これは隠し扉か？実習の時とは違う道に繋がってるな。どうやら C が開いたばかりのようだ。急いで追うぞ。せい！アークス2の件はきっちり償ってもらうんだから。いつでも行ける。私の番です。アークス起動。上げていこうぜ。やっ、行くぞ。はっ、俺の番だな。アークス起動。行きます。アルティーノビール。ありがとうよ。レーゼーマイル。セイ。行きます。アークス駆動。俺の番だな。はあ。行きます。アークス駆動。上げていこうぜ。は。助かります。敵集団を撃破。先に進みましょう。さあ。でもこんな地下道に逃げ込むなんてどういうつもりなんでしょう。とっさの逃げ道のはずですが。さあ、チャンスだ。詳細情報ゲットだ。はい、俺の番だな。はっ、俺の番だな。チャージ、ありがとうございます。私の番です。やっ、敵集団を撃破。先に進みましょう。さあ。難敵か。そこだ。手強いぞ。気をつけろ。
アークス駆動。サーチモード起動。詳細情報ゲットです。はい。メルミス、どうかおか。はっ。そら。行きます。せい。いいぜ。キューバリン。そら。前。アークス駆動。さてと。行きます。行きます。いいぜ。私の番です。回復ありがとうございます。いいぜ。我らに光を。ノブレスアーク。俺の番だな。チャンスだ。光。行きます。ここで攻撃します。俺の番だな。見たか、八葉が一刀。悪くねえ。もっと精進し。ほう、宝箱か。いつでも行ける。さあ、かかってこい。アークス駆動。えい。私の番ですね。あれ。任せろよ。やっ！チャージ！ありがとうございます。で、行くぞ。あ、今だ。もらっちゃう。とどめだ。今の連携は文句なしだ。当然だ。やったね。やった。縄文じゃねえか。
細情報ゲットです。甘い。みんな。さてと、えい、そこです。はい、うん、今です。追撃します。行くぞ。はっ。見たか、八王が一刀。さてと、アークス駆動。それ、チャージ。ありがとうございます。やあ、チャージします。助かります。私の番ですね。アークス駆動。負けられない。今だ。もらっちゃう。それ、ありがとう。行きます。アークス駆動。俺の番だな。いいもんをくれてやる。続けてきます。はい。行きます。行きます。行くぞ。神道滅却。よし、掴んだ。悪くねえな。各種ステータスアップ。もっとし、セイセイ。
何者だ。トールズ士官学院7組レーグリツ臨時代表の要請で、あなたたちを逮捕する。おとなしく投降してもらおう。あいつは灰色の騎士。灰色の騎士め、どうやって嗅ぎつけた。撤退するぞ。もはやこの地に用はない。ボイドブレイカー、クリスタルエッジ、エアリアルダスト、間に合わなかったか。逃げ足の速い連中だ。仕方ない、黒の兵士は後回しにしよう。戦争はもう終わったんだ。不満を持つのはしょうがない。だがクーデターを起こしたところで何になる。ほざけ。英雄の貴様に俺たちの気持ちの何がわかる。灰色の騎士、貴様は裏切り者だ。貴様に憧れて軍に入った者も数多くいる。なのに貴様は終戦に加担し、我ら帝国軍人の宿願を踏みにじった。先に散った仲間たちの無念も、残った我々の悔しさも、貴様に計り知れるものではない。英雄としての責任、何が何でも取ってもらうぞ。それは勝手が過ぎるんじゃないかな。己の責任は己で取るがいい。ま、当たり前のことだよね。それがわからないあなた方に何かを言われる筋合いはありません。みんな、エリゼ、不覚です。参加し損ねました。ふん、もはや言葉は無意味。我らの姿を見た以上、生きて帰れると思わぬことだ。へえ、大した自信だな。やってやろうじゃねえか。数はほぼ拮抗。その上で噂のトールズ7組と正面からぶつかるのは我らとしても避けたいところではある。だが先ほどちょうどいい切り札を受け取ったばかりでね。本番の前に性能テストをさせてもらうとしよう。何を企んでいるかは分かりませんが、速やかに投降することを推奨します。そうだね。アークス2も取り戻したし、僕も全力で行くよ。ここからはアーミークーが最強カルテットの見せ場さ。その名称には激しく異議を唱えたいところですが、今は不満としましょう。クラウソラス、母ちゃん、行きます。これは一体。そんな、オーバルスタッフも反応していない。戦術オーブメントも使えません。動力機構が全て無力化されただと。これはまさか、4年前にリベールで引き起こされた。すると結社も絡んでるってか。貴様たちには知る必要のないことだ。ともあれ、これでまともに戦えそうなのは4人だけか。実に素晴らしい。動力停止現象を自在に引き起こす禁断の装置を再現したというゴスペル R。 これさえあればバルフレイム級の守りなどいともたやすく崩せることだろう。どうだ、さらに絶望的だろう。もはや我らに負ける要素はない。なら、ここでそのゴスペル R を壊し、さらにあなたたちを拘束すれば、クーデター勢力は打つ手なし。そういうことだな。ふん、虚勢を張るんじゃない。ユース、アッシュ、エルゼ、ここは俺たちで制圧するぞ。せっかく活躍しようと思ったのに。悔しいですが仕方ありません。ここは教官たちに託しましょう。リンたちなら大丈夫、任せたよ。皆さんの分も私たちが。
アーツは使えんが大したことではない。速攻で片付けてやんよ。手ごわいぞ、気をつけろ。任せるがいい。私の番ですね。はい。
いいだろう。俺の番だな。行きます。任せろよ。いいだろう。深く続けてきます。いいぜ。そら。はい。いいだろう。はい。覚悟を決め。
ホールズ7組、どうして奴らにこの集会の場所がバレたんだ。要注意対象として警戒していたはずだ。一体どこで情報を。あの正規軍の連中は放っておいてもいいのか。構わん。主な目的はすでに達成した。あの者たちが我らに合流したところで大義をなす助けにはならぬだろう。このままクロスベルに戻って総統閣下に報告を。それには及ばん。君たちにはここで退場してもらおう。待ち伏せだと。何者だ貴様ら。よくぞ聞いたわ。私たちは神聖帝。君たちには知る必要のないことだ。名乗るまでもない。ふざけた連中め。構わん、排除するぞ。障害は排除あるのも。ドライブ開始。俺の番だ。アークス駆動。趣味じゃないが一応のスキルはある。こういうのはむしろなあちゃんが得意かな。コツはね、最初は緩やかに苦痛を与えるの。相手にこれなら耐えられそうって思わせるんだよ。それから徐々に苦痛を上乗せして、徐々に相手の精神を摩耗させるの。それでも吐かないなら次は体を切断するかな。これも一気にじゃなくて少しずつね。まずはつま先、次に足首、その次に膝、最後に太もも。腕も同じね。指の一本一本、手首、肘、肩。でもそんなに切断したら血が流れすぎて死んじゃうかも。
だからちゃんと縫い合わせてあげるね。ぬいぐるみのように針と糸で綺麗につなぎ直してあげる。なあちゃんこういうの得意だから絶対死なないようにするよ。そこは心配しないで。でもでもちゃんとした手術じゃないから縫い合わせても動かせないかも。つながっているのに動かせない、痛いのに動かせない、左手も右手も左足も右足もどんなに頑張っても動かせない。お揃いにしたいならまぶたも口も縫っちゃおうか。そうしたら意識だけがそこに残って何をしても無駄になるの。でも大丈夫、体に糸をたくさんつないでなあちゃんが動かしてあげる。お人形さんのようにね。あ、そしたらなあちゃんのお友達にできるかな。でね、それでも吐かない人には次はもっと楽しくなるの。口にね。いい、もういい、全部全部話すからどうか勘弁してくれ。ナーディア怖い。やだなあラーちゃん、本気にしたの？お本気じゃないの？もちろん本気だよ。ナーディア、ほどほどにな。ごめんね、ラーちゃんが可愛くてつい。あれはただの脅しだよ。今はもうあんなことはしない。今はって、世の中には知らない方が幸せなこともあるよ。それともラーちゃん試してみたい？私先に行って道を探ってくる。一人で行くな、迷うぞ。まったく。あらら、ちょっとやりすぎちゃったかな。さっきの演技なかなかの迫力だったな。それとも実践済みだったかね。さあどっちかな。どちらにしても大したものだ。気のせいとも思ったが、やはりか。あっさり私への協力を同意したようだが、実は君こそが最も私を警戒していた。最初から、そして今もな。おう、よく気づいたね。スーちゃんはああ見えて根はとても優しいからこういうのには向いてないんだ。だからこれは私の担当。ほう、君たちは実にいいコンビだ。それはどうも。部分的に突出した能力を持つが、団体としてはあくまで未熟。けれど二人合わせることで高い次元で完成している。まるでそう選ばれ訓練されてきたような。そういうのは関係ない。そうやって人のことを分析するのが好きみたいだけど、あなたもその対象であることを忘れないで。し、2日間一緒に行動したことであなたの正体にはすでに当たりをつけている。情報があまりにも錯綜しているからまだ確証はないけどね。つくづく優秀だな。頼もしいことだ。もしあなたが私たちを裏切るようなことを、少しでもスーちゃんに悪意を向けるようなことがあったら、どんな手を使ってでも必ず後悔させてあげるから。それはつまり、逆に言うと君たちの不利益になるようなことさえしなければ、私たちはいつまでも
愉快な仲間たちでいられる。私は優秀な協力者を得られて、君たちは莫大な報酬を得られる。違うかね？うん、違わないよ。そういう悪党っぽいのに単純明快なところ、なーちゃんは好きだよ。ああ、でも恋愛感情の好きじゃないから。なーちゃんにはすでに生涯を決めた相手がいるの。しかし彼の方は、君を手のかかる妹くらいにしか思っていないのでは？うん、やはり鋭い。それはおいおいの課題ということで。まあ、せいぜい頑張りたまえ。じー、ごめんごめん、ラーちゃん。
技能向上ね。十分だ。かかってきなさい。やっつけてあげる。見せてもらうわ。うん、こうなってるのね。よし。任せたまえ。私の番ね。え、チャンスね。ダメ押し。はい。受け取りなさい。やあ。よし。
こんなところか。レベルアップだね。帝と地下は過去様々な者たちの潜伏に利用されてきた。小説より奇なる幕津だよ、ここは。